うですね、エンダモロジーの方はちょっとやっぱり痛い部分、まあ、セルライトが多いところだとか固まってる部分は結構痛いんですけど、まあでも4日間やっていって最終日ぐらいにはちょっと痛みが少し楽になりました。あとですね、インディバの方は、すごくあったかくって、毎日寝てたんですけどすごく体の中から温まる感じで、で施術が終わって家に帰ってからしばらくずっと体がポカポカ温まってるので、すごい私冷え性なんですけども、それもすごくありがたかったです。あと私はお腹が一番気になっていたんですけれども、そうですね、横から見た時にも結構減ってるなっていうのが自分でも分かりましたし、あと測っても少しサイズ的にも減っていたので、お腹って結構1回ついちゃうとすごく痩せにくいんですけど、それが減ったのはすごく嬉しかったです。フェイシャルはまた施術はインディバーからやってもらって、首からデコルテまでずっとあったかいのを当ててもらうんですけれども、はい、またそれも気持ちよくて、であとその後先生のマッサージを、で先生すごくマッサージがお上手で、やっぱりそれもやってるうちに寝ちゃったりとかするぐらい気持ちよかったです。あと効果に関しては自分ではそんなに分からなかったんですけれども、友達に、あ、なんか顔色が明るくなったねとか、ちょっと目が大きく見えるとか、そういうことを言われたりして、はい、それも嬉しかったです。先生が本当にこの4日間親身になってくださって、私の体のこととか健康についてどういうふうにしたらいいよとかすごくアドバイスをくださって、私も頑張ってみたいなというふうに思っているので、通って健康になっていきたいと思います。